2007年ロシア杯は2007年にロシアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2007年ロシア杯は2007の2008年シーズンのロシア杯で国際スケート連盟主催2007-2008年シーズン ISU グランプリシリーズの第5戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア。 アイスダンス競技が2007年11月22日から11月25日にかけてロシアモスクワのホディンカー・イスパレスで行われた。2007-2008ISU グランプリシリーズ全6大会男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は1選手最大2大会まで2007年世界フィギュアスケート選手権の成績、 2006から2007年シーズンベストスコアランキング2006から2007年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるロシアフィギュアスケート連盟に対しては今大会の各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。 入賞者には、下記賞金が授与された。入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。入賞者以外のエキシビション出場者には、ベッドシングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル、支払われるとされた。ありがとうございます。